マイクラで最も有名なチーター、チート嵐何でもありの無法地帯サーバー 2B2T では現在当たり前のようにチーターがいますが、他とは一線を画す伝説的なチーターが存在します。2011年に 2B2T に参加したプレイヤーポップボブは、海外の掲示板4ちゃんをきっかけに参加し、フェイスパンチ共和国と呼ばれるグループと共に行動していましたが、次第にグループから外れ一人で嵐を行うようになっていきました。そしてポップボブは 2B2T を震撼させる力を手にします。雷やプレイヤーがいる場所にしか落ちないという仕様を利用し、ポップボブは雷の落ちた座標を特定するチートサンダーハックを自作しました。これによりどんなに遠くに拠点を作ったとしてもプレイヤーの位置を把握でき、多くの拠点を荒らすことに成功しました。この出来事は後にサンダーエクスプロイトと呼ばれ、 2B2T のプレイヤーを震え上がらせ、ポップボブを一躍有名にしました。ポップボブには様々な謎が残されており、つい最近も 2B2T にログインしていたという情報もあります。雷で座標を割り出すのはやばすぎますね。ポップボブやばいと思った人や、もっと知りたい人はチャンネル登録お願いします。みんなも現実の雷でチート作ってみてね。バイバーイ。